高木友は埼玉県川口市出身の社会人野球選手、元プロ野球選手、飯塚小学校3年生の時にソフトボールを始めた。西中学校では軟式野球部で主に遊撃手だったが、川口市立川口高等学校では1年生時の冬に投手に転校した。高校3年間で甲子園出場経験はなく、東京農業大学では1年生時の春から、 出場、東都大学野球、二部リーグでは、通算32試合で7勝6敗の成績だった。大学卒業後に、NTT 東日本へ入社すると、第84回都市対抗野球大会の1回戦に、先発登板、6回1、3を投げ自責点1、防御率1.42だった。10月には、台湾で行われた、2013ベースボール、 チャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出された。第2戦に登板し、1回を投げ飛判だに、自責点1だった。2年目の第85回都市対抗野球大会では2試合で、計4回1、3、自責点3、防御率6.23だった。2014年プロ野球ドラフト会議で、オリックスバファローズから4巡目で指名され、 契約金5000万円、年俸1000万円という条件で入団した。NTT 東日本は、ドラフト会議後の2014年11月に第40回社会人、野球日本選手権大会へ出場したが、高木自身には登板の機会がなかった。2015年3月5日、京セラドーム大阪にて2015年、春季キャンプを A 組でスタート。シーズン開幕後、 4月14日に出場選手、登録され、26日の対北海道、日本ハムファイターズ戦において7回裏に2番手で、登板し、2回を投げ飛安打に、吉市90、無失点の成績だった。その後6試合に登板したが、勝敗やセーブはつかず、防御率は7.45だった。周期キャンプでは、一軍投手コーチの坂井勤の勧めもあって、サイドスローに挑戦した。 2016年春季キャンプでは臨時コーチを務めた山田久志から投球フォームについて指導を受けた。同シーズンは2軍で38試合に登板43回を投げ防御率1.04の成績だった。2017年は1軍登板がなく10月2日に球団から戦力外通告を受けた。オリックス対談後は J ハムコーポレーションのカーツトレーニングスタジオの トレーナーを務めている。また、社会人野球選手としてプレーを継続しており、2018年は j ファムがサポートしていたクラブチームリベンジ99に所属し、背番号は66を着用。2019年からは j ファムがクラブチームやファムエマノンの母体になったことから、同チームに移籍してプレーを継続。 ここでも背番号は66を着用し、投資コーチも兼務した。2020年からは軟式野球に活動の場を打ちし、東京都軟式野球連盟一部所属の社会人、軟式野球クラブ東京ベルディバンバータに所属。ここでも背番号66を着用している。スリークォーター君のフォームから最速時速キロメートルを計測するストレートに、 スライダー、フォークなどの変化球を投げるパワーピッチャー。2014年のオリックスへの入団記者会見では、同年で現役を引退し、二軍投手コーチに就任した平井聖子の背番号36を継承し、平井のように強い速球とフォームのコンビネーションで勝負することを目標に挙げた。ありがとうございます。